君は伝説の中にいる。さあ、どの戦いを紡ぐのかお選びなさい。またあなたは負けることはない。私は信じています。聖夜たちがジュデッカへ向かったと聞き、先を急ぐカノン、同じくアテナを追っていたシリュウ、ヒョウガと合流し、次々にスペクターたちを撃破していったが、灼熱の第五国に差し掛かったところで再びラダマンティスが立ちはだかるのだった。三巨頭の貴様がまたまたお出ましとはちょうどいい。雑魚続きで腕がなまっていたところよ。ラダマンティス、聖夜たちどうした？ペガサスとオルフェはコキュートスの氷地獄に落とした。シュンは？シュンも一緒か？アンドロメダは？いや、あのお方はハーデス様として君臨なされた。何？バカな。それは一体どういうことだ？お前たちにいちいち説明する義理はない。チリュウ、ヒョウガ、先に行け。俺はこの男と差しで決着をつける。いいだろう。さあカノン、黒き谷の時の借りを返してくれるぞ。待て、ラダマンティス。自分だけで獲物を独り占めするつもりか？お前たちは？ミーノス、アイアコス。ほう、わざわざ三巨頭がガン首揃えてくれるとはありがたい。さあ、まとめてぶっ潰してくれるぞ。ふん、たった一人で我ら三人を相手にするつもりなのか？よかろう、教えてやるぞ、そのことの愚かさをな。今こそ見せてやるぞ。俺に歯向かったぞ。ファイト。このアイアボスがお前を攻撃。三人まとめてかかってこなくて大丈夫だ。俺一人で十分すぎる。早いな。ガラクティカスピードが自慢か、アイアボス。何を驚いているのか。俺はまだ全速力だ。さすが三巨頭といった。ガラクティカイリュージョン。ゴールドサイトと高速の剣を持っていたことを忘れるな。この程度の実力でジェネラルやゴールドサイト、アテナもポセイドンもたかが知れているな。それはこちらのセリフだ。まだ決着もつかぬ前から油断とはな。これでスペクター最強で、ハーデス軍もたかが知れている。それがどうだ。まだ力を隠しているようだ。あまり油断している。全力を出す前に倒してしまう。死んでもらうぞ。お前の負けだ。ギャラクカイリュージョン。笑わせやがるな。貴様たちに全てを見せる必要などない。やされ。どうした？俺の力はまだこんなものではないぞ。もはや貴様は慢心。俺の向きを捉える力が残る。それがどうでしょう。ウィナー、アテナに誓った忠誠の心、伊達ではない。天罰かもしれん。小手調べが終わったのなら、そろそろ本気で来たらどうだ、アイアコス。なるほど、ラダマンティスが手こずるのもうなずける。体の自由が。
あなたはもはや私の忠実な操り人形になったのですよ。の糸が切られた。誰ですか？邪魔をした者は。コスモがオーラとなって燃え立つ。あれはフェニックス。フェニックス一騎。手を貸そうか、カノン。しかしお前は助けを借りるような男ではなかった。それよりも一騎よ、思いがけないことが起こっているぞ。お前の実の弟アンドロメダ・シュンが冥王ハーデスだというのだ。バカなことを。シュンは生まれた頃からずっと俺と一緒に育ったのだ。なんであいつがハーデスなものか。ほう、お前がハーデス様の兄貴だ。ならば安心しろ。ハーデス様はコキュートスのジュデッカにてパンドラ様がお守りしているからな。何？パンドラだと？昔幼かったシュン、謎の女がさらおうとしたことがあった。まさかパンドラとはあの時の。しかしそうだとしてもなぜシュンの体でなくてはならないのだ。そうか、分かったぞ。シュンは死ぬ気なのだ。あいつはそういうやつだ。順番を決めろ。どいつからこの俺の餌食となるのか。冥界三巨頭の力見せて。ハーデス様の兄。はいっと。よかろう、望み通り相手を引く。この天遊星ガルーダのアイアコスがな。よかろう。それがどうした。なるほど、たかがブロンズリーだ。これほどのことは思わなかった。まだ息がある。フェニックスというだけなので少しはしぶといよ。押させみる。バカな。それがどうした。あれのスピードをしのぐとは。お前の攻撃のスピード、さっきたっぷりと見せた。その上を行けばいいわけだ。おのれ、振り払え。貴様の死をもって償ってもらう。おさせに来た。人思いに葬る。それがどうだ。ウィナー。この程度の実力とは。アテナのセイントとして失格。信じられん。アイアコスほどの男が。次は二人まとめてかかってくる。何？なんだ。これは一体。体が。消えた。フェニックスの体が。バカな。一体一騎はどこへ。